最後にね、出られたから、ここのお部屋に暮らされてて、めっちゃ生活感あるもん。そうなんです。ここ実家みたい、ほんまに。本当に色ねしたくなりません、こんなとこいたら。ちょっとごろんとね。実はしたことあります。あるやん、昼寝したことあるの。今回喫茶店を訪れるのは、放送作家コメンテーターとして活躍する野々村由紀子。もうこの辺はね、中崎町でもおしゃれスポットが多いとこで、もうちっちゃいカフェとか昔からポツポツねこの辺は出来出してたから、やっぱこうよりね集まってきてるよね、おしゃれなお店が。なんかすごいな、ここすごい建物がなんか古いんやね、こうわざとじゃないよね。こんなんあんの、初めて。ここ癒し空間ってすごい。わあ、あらららら、これ昔の建物なのかな。奥2階書いてるね、昔ってもろって。うわ、古い階段やこれ。なんかちょっとこう、なんかこうなる、歪んでない、これ大丈夫、まっすぐちゃうよねこれ。え、怖っ。なんかうわー、おい、キョンキョンやん、キョンキョン、昭和やん、すごいな。うわ、なんか置いてるもんと、え、何ここ、すごい広いんや。あんまりなんか大きい声出したらあかんっぽいな。これや、ベルを押してお待ちください、スタッフが参ります。はい、あ、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。どうもよろしくお願いします。こんな広いんや、上建物。これ昔の建物ですか。そうですね、戦後すぐ建った建物で、今で75年ですね。やばないですか、大丈夫。結構ちょっときしんだりするんで。床抜けたりはしないですか。床抜けたりは今のところ大丈夫そうです。すごっ。築75年の古い建物を利用して作られたカフェ癒し空間亭。もともとは繊維工場として建てられ、繊維工場が廃業した後はアパートとして利用されていたそう。あそこに、え、見えますか？なんか書いてるやん。バカ野郎って書いてる。てか、どうやって書いたんあれ。まあ、おそらく住まわれてた方がいたずらでこう書かれたんでしょうね。なんかいろいろ想像が膨らみますね。なんか辛いことがあったのか、腹立つことがあったのか。本当9年前まで最後の方住まわれてたのか、9年前に。結構最近まで。ここ住んではったん。そうなんです。え、これ部屋、こういう風に部屋もともと部屋で、で最後の方が出て行かれてアパートどうしようってなったんですか。そうそうです。でもこの壊すというのも、なんかお店始めようかっていうのでカフェを最後にね、出られたから、ここのお部屋に暮らされてて、めっちゃ生活感あるもん。そうなんです。ここそうなんですよ。9年前まではここで。なのでまだその、住まわれてた方の名残というので、この辺なんかは、あ、ここね、タオルとか布巾とか干すやつはこのまま置いてます。うわ、なんか入んの嫌やな。すごい、だってこっちと全然じゃ、こっちすごい真っ白やん。こっちはまあ結構カフェをオープンするときにリノベーションして、まあちょっと雰囲気違う部屋を、ね、こっちとこっち同じ空間にあると思われへんね。こっちの色、ちょっとお邪魔します。うわ人んち、人ん家の感じです。うわうわ、壁とかすごいね。壁もあえてもこのまま残して、
いやこんなん貼って多分ね、なんかなんとかしようというこう、いろいろやってみた結果、はい、あ、隙間ある隙間風、冬寒かったやろな、これこれも味があるからまあいいかっていうことで、これはさすがに後で置いたやつですか。あ、これもどなたかが多分使われてたやつで、この QR コードとのこの差がもう、ね、これは現代ですからね。この壁に QR すごいね。アルバムこれはね、多分そうなんですけど、なんか何これわからないんです。謎謎なんです。ここに住んでた人の、多分そうなんですね。でも宇宙にすごい興味あるね。多分そうなんですよね、この方。人間初めて。人間初めて月。月を踏む、すごいタイトル。すごい。ね、大事に多分スクラップされてたものだと思うので、一応ここに。でも持っていかへんかったんですよね。これ置いてたね。そうですね、確かに。アパートの住民が置いていった古い電化製品がそのままインテリアに。こちらのマッサージチェアは未だに現役で、電源を入れると動かすことができるそうです。いいですか、押して、はい、ちょっと怖い怖い、ね、結構レトロなんで結構こう、あ、強いガガという感じでちょっと強いんで、この辺にしようか。はい、いきますね、はい。おお懐かしい、これ。あ、これなんかね、家族で行った温泉とか銭湯とかでちょっとここに足りへんのに座らせてもうて、親がやってんの代わってもらった記憶が、今忘れてた記憶が蘇ってきました。よかったです。意外とお客様いらっしゃらない時とかは私もちょっと座ってやってますよ。いいですね、親父の間やってますね。おすすめって何ですか。おすすめは、まあ、この餅とかですかね。砂糖醤油餅ってなんかすごい懐かしい。何か飲み物おすすめあるんですか。おすすめ、私が好きなのは抹茶ラテ、うん、いいですね。抹茶ラテすごい好きなんですけど。じゃあ抹茶ラテ、抹茶ラテご用意しますね。お願いします、はい。まさかな、この部屋もカフェになるとは思ってなかったやろな。本当最初癒されるかなって心配やったけど、だんだんこうくつろぎたくなってきた。こうなんか人んちみたいな、なんか人んちというか自分んちみたいになってきたな。もう落ち着くな。うん。お待たせいたしました。抹茶ラテです。かわいい。あ、おいしい。あ、抹茶というかなんかグリーンティーみたいなね、懐かしい。うん。うん。これはむっちゃ昭和ですね。うわー。こっちは。あ、いいなこれ。こうやって切って焼いてんねや。うん、甘さ大丈夫ですか。ちょうどいい。実家みたい、ほんまに。本当に、うん、本当にほっこりする、うん、あ、懐かしいっていうな、うん、なんかお正月の余ったねお餅を母親が焼いてくれたなみたいな思い出す、うん。これ田中さんはこういう雰囲気が好きなんですか。そうですね、なんかこう、まあ、働いててもやっぱ落ち着くというか、なんかちょっとこう癒されながら働いてるというか、なんかそういうのはありますね。なんか昼寝したくなりません、こんなとこいたら。ちょっとゴローンとね。実はしたことあります。あるね。昼寝したことあるの。何の間でしたんですか。お宅の間に。お宅の間、昼寝しやすい、おすすめ。ちょっと資格が多い。資格が多いんや。お客様も寝ちゃう方。あ、そうなんですか。
出てけえへんなと思ったら寝てるんですそれもあの子の部屋ってまだいてはるよねみたいな感じでこうスタッフなんかがちょっと見に行くと寝てましたとかもうなんかスタッフも寝ててお客さんも寝てる日もあるかもしれないですね。それはダメですね。ダメですね。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。あのエゴサーチとかってされますかされませんか。エゴサーチはもう今はしないことに決めました。最初なんかちょっとテレビ出たりとかなんかあの気になった時はしたことあるんですけど、スタローンに似てるスタローンに似てるが多いからもうええわと思ってそんなに多いスタローンに似てる多いです。シルベスタースタローンにね、小学校の時は言われてるんですよ、ロッキーロッキーって。でその時はててててててとかって言われたら何もできなかったんですけど、今やったらもっとシュッシュッシュッエイドリアンぐらい言うたらよかったなって思うんですけどね。うんうん、1個でもなんか腹立つやつとかあったらむっちゃ腹立っちゃうんですよ私。でやっぱりもう見んとこうと思って見ないようになりましたね。